ジョン・カーク・タウンゼントジョン・カーク・タウンゼントは、アメリカ合衆国の博物学者である。北アメリカの鳥類の収集を行った。フィラデルフィアで、クエーカーの家に生まれた。兄弟にライフ・イン・ザ・インセクト・ワールドを出版した、メアリー・タウンゼントや、フィラデルフィア・夫人奴隷反対協会から、アンチ・スレイブリー・アルファベットをメアリーと共に発表した、ハンナ・タウンゼントがいる。医師。 薬剤師の訓練を受けるが、博物学に興味を持ち、鳥類の収集を始めた。133年に、ハーバード大学植物園の学芸員のトーマス・ナトールに招かれ、翌年、実業家のナサニエル・ワイスが組織したロッキー・サンミアクと、太平洋に挟まれる地域の科学体験会に、ワイスと共に参加した。1835年から1836年の間、 まだ未開の後であった、バンクーバーの鳥で二軍位として残り、動物のコレクションを作り上げた。1939年に旅行記、ナラティブ2、エージャーニーアクロスザ、ロッキーマウンテンズ2ザ、コロンビアリバーを執筆した。1840年にオーナサラジー、オブザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・ノース・アメリカを、編集、出版し、タウンゼントのコレクションは、ジョン・ジェームズ・オーデューボンによって、 当時出版が行われていたアメリカの鳥類の最終巻に取り上げられた。哺乳動物のコレクションはオーディボントバックマンの北アメリカの四足動物で記載された。タウンゼント収集し、新種とされた動物には、シャア・アドリアス・モンタヌス、チャエツラ・バキシー、カルケリアス・ワーノタス、セターファがニグレス・ケンス、セターファがタウンゼンディなどの鳥類や、リスカノ・テイミア・シューリュース・ダグラサイなどがある。 JK タウンズは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・カーク・タウンゼントを示すのに使われる。ありがとうございます。